どうもアラヤンです。今日はこの向こう側ですね、行きたいと思います。燃料ステーションだよな。あいつ大丈夫かね。一撃でやられそうな気がするが、めっちゃでかいんだよな。周りなんかあるかね。左側に素材あるかな。戦わなくて大丈夫。襲ってくる感じはしないな。これは壊れる？あ、壊れないや。俺は倒すのかな。振るってった方がいいのかな。一発攻撃してみたけど、あ、やってくるな。攻撃したら襲ってきそうだ。どこ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 、地面の中だよな。やばいっす、やばいっす。あ、向こうから来た。あ、いや、でもなんかやってくる。やばいやばいやばい、毒攻撃だ。やばいっす。かわしてかわして。どこ行くんだ、どこ行く。トラック系の敵だな。奥に洞窟が見えてんな。向こう側にも建物見えるんだよね。いた、レーザー。やばい。近く行ったら何か違う攻撃やってくる感じね。とりあえず回避はしてるけどだな。時間が遅くなっている。やばい、ダメージ食らってる。この沼ダメージ食らってるぞ。逃げて逃げて、やばい。ここ行けそうだが、いや向こう側か。やばい、これは死ぬかもしれない。やられたわ。厳しいっすね。攻撃加えないで進むしかないよな。通り抜けるだけだったら何もしてこないんだろうか。こっちから叩かなかったら襲ってこない感じですかね。で、自分が落としたやつはどこに落ちてる。ちゃんと毒沼の外に落ちてる。優しさ。優しさを感じるな。あの毒沼の毒を食ってるんですかね。気味悪い感じ。あっちの入り口に、あそこに向かっていきたいな。ここから渡っていくのが一番短い距離かな。スローになりながらだが、奥渡ったぞ。建物入れますね。向こう誰かいるね。あいつ敵だよな。壁があるのはありがたいぞ。終わった。ここは行き止まり。誰か倒れてますね。いや、下半身吹っ飛んでるわ。やつらそこら中にいる。そこら中に。他のステーションは応答しない。惑星全体が乗っ取られた。もう知る由もないが、なんか来るな、なんか来たな。向こうに何か影が見えましたよ。誰いるわ。それはやめとけ、それやめとけ。よし、シールド突破。危ない。ジャンプ攻撃、このまま攻撃当てていく。スタミナ切れですね。さあ撃っていけ。このシールドも破壊できるみたいだな。終わりだろ。さよならだ。シャープシューターなめんなよ。こっから奥行けそうな感じかね。向こうに階段もあるよな。いや、ここはバリケードか。向こう行けないな。やつらそこら中にいるってのは一体何のこと言ってるんだろうな。ここいっぱい敵いそうですよね。塔になってますよ、塔に。いるじゃねえか。なんでそっち行く？いやー、来ましたね。ちょっと動きおかしかったが、まあ襲ってくることには違いないでしょう。ショットガンだ。下がりながら撃っていきゃ戦えんな。戦えるね。どういう攻撃それ。倒れてるじゃねえか。じゃあ2回見ます。扉は開かないな。やばい、いっぱい来た、いっぱい来た。一旦下がれ、一旦下がれ。いや待って、めっちゃいるんだけど。これはやばい、その数はやばいな。一体まず終わりな。後ろ来てますよね。次だ。一人ずつ対処していこう。はい、二人目終わり。対集団戦が一番危険ですからね。遠距離のやつはね、雑魚なんだよ。って言いながら一発ダメージ受けたが。まだいるよな。もう一体いた。どこ行ったんだ。いる。近い。近いっす。まあ、下がりながら撃っていくに越したことはないな。それやめとけ、それやめとけ。マジで。それは止めなきゃいけない。終わっただろ。よし、オッケー。ここは何なんだろうね。向こうにまた上の階だな。ここ入れそう。レア素材ありますけど、敵出る。何事もなくゲットだ。さっきの4人が守ってた感じかね。さらに上へ。あれ、外だ。あいつぶっ倒すんだったらここから戦えってことかな。まだもう一つぐらい上の階ありそうだから中戻るか。さあ上の階だ。また誰かいる？
こういう先が見えないところ一番怖いよね。右に敵いる。左もいそう。とりあえず右の見えてるやつから戦いたいな。2人来る。2人来てんな。遠距離のやつは1回置いといて後ろ下がるか。来たね。飛び越えてきやがった。背中からぶち込んでいく。終わりだ。あいつは遠距離シューターですね。また別のやつ来た。待て待て待て、どんどん湧いてくんのはマジでやめてくれ。地味な攻防だな。シールドの上からぶち込んで終わりだ。先に反対側見に行こうかな。ここ誰か倒れてますからね。ニキダーマが嵐の勢いで侵略してきてパニックになっているらしい。何が目的なのか見当もつかない。でも奴らは研究所に居座っているようだ。あいつらがニキダーマなのかな。さっきから襲ってきてる奴ら。こっちはバリケードで進めないね。誰か出そう。空から降ってきそうね。なんだこれ、何研究してたんだここは。いや、いっぱいいるって。マジでいっぱいいるわ。同じところにいっぱい固まっているの、マジ勘弁してほしいね。下がってりゃまあ大丈夫かな。よっぽどのことがなければ事故らなさそうだが、いっぱいにでも複数戦はまずいからな。よし、こいつは終わりだ。私を超えて抜けていったあの残像は一体何だったんだ。とにかく奥にまだ遠距離のやつがもう一体いたよね。あいつも倒しに行こう。あいつらが最終防衛ラインか。まあ終わりだわ。シャープシューターの銃マジで強いからな。科学ばっかり激振りしてきてよかったね。さあ奥にドアオープン。おお、誰かいるな。あれはドリラーでは。なんでこんなとこにいるんだ。顔に何だろう、フェイスシールドつけてますね。ウィターさん、どうもこんにちは。ありがとうございます。ドリラーピックアックスゲットだ。斧なのかな。あー、こんなところ出てきたんだね。こんなとこにいたんだ。何やってんのこの人。下に降りられるショートカットとかは存在しなさそうだね。歩いて戻れってことかな。ここはアイテム取りに来る場所だ。アイテムのレシピを入手したから作ろうと思って戻ろうとしたんだが、この扉がもう開かなくなっちゃってますね。一方通行だったんだな。右側に建物は見えてるけど、あっちは扉開いてなさそうなんだよな。左右の道も崩れちゃってるからあっちは行けないでしょ。ってことは向かうのはあの奥の穴開いた洞窟の方だ。道が続いてるね。何かの研究施設っぽいな。ここが旧研究所かな。ドリラータワー。ドリラーたちが住んでいた場所ですか。何かが地下にいる。床ごと飲み込まれる前にここから逃げないと。それは多分後ろにいたあいつのことですかね。何でも食べちゃいそうだもんな。右側は行き止まりっぽいですね。いや、そこに扉はあるけど、これは通電してない感じかな。この感じ、これ多分食材だったんだろうね。ここで調理して食べてたんじゃないのかな。結構不気味なもの食べてる気がするけど。この下半身吹っ飛んだドリラーさんの遺体、これめっちゃ使い回されてない？そこら中にある気がする。こっちから上行けそうだな。入れちゃいますね。あー、いや、出る感じか。外だ。ありました、ビーコンだ。ありがたい。まずはビーコン起動。これで安心だな。周りの素材だけ先に集めるか。ドリラーピックアックス。筋力が全然足りねえ。大人のドリラーでさえ使いこなすにはパワードスーツが必要なほどの大型武器。攻撃力がバカ高いな。レベル3のゾアンヘルメットが作れるようになってるから、こいつ作っとこうかな。炎耐性が上がる素材をあんまり持ってないですね。酸性触媒レアとレビアン広角レアと、それからパイロメタルあたりでいいかな。よし、ゾアンヘルメットレベル3。わあ、かっこよくなったな。形がだいぶパワードスーツっぽくなりました。この盾閉まってる時かっこいいよね。ガード広げるとこんな感じになるんだが、収納してる間はこんな感じ。さあレベルアップ、火薬に振って攻撃力上げましょう。よし、じゃあドリラータワー攻略していきましょう。行けそうな道がまずは一つそこだよね。扉があります。ここは開くだろう。オープン。左右に道というか円形に道が続いてる感じか。敵隠れてそうだよな。いや、いないか。意外に誰もいないな。ただ進める場所もない。ここは倉庫みたいな部屋かな。こっち行けってことかな。みんなやられてますよ。上でもやられてるから絶対凶悪な何かがいるはず。みんな倒れてる。
いやもうこんなところにいきなりあるじゃんボスのリスポーン装置。ってことはこの向こうボスってことだろ。エレベーターだ。おあつらえ向きだな。到着。オープン。こいつはクイーン・カニプティと戦ってたやつだ。I see the access to the old lab, but I'm not alone. 二刀流の戦士だよな。忠告を無視したなってことはこいつがニキダーマか。ザランキープ。何それ、攻撃範囲わかんねえ。後ろ回り込んでくる。瞬間移動だ。いや HP 減らねえ高いなこいつ。近づいてきましたね。後ろ下がる。回転技。これは何、それやばいな。どの範囲がダメージ食らう。後ろに瞬間移動。これかわすのはそんなに難しくないんだが、ジャンプ攻撃一発いくか。いけるだろ。やばい、かわして。やばい、一発が重い。これぞボスって感じですね。攻撃を誘発して回転技をかわしてから一発ジャンプ。よし、いいね。近接じゃなきゃ。これどうやってかわす。あ、左右か。あいつの目の前がまずいんだ。よし、一旦バッテリー回復。いけるでしょ。ショットガン。回転切り当たったな。今結構後ろにかわさなきゃいけない。いやしかしこいつは近接じゃないとまずそうね。ダメージ与えていってる。もう一発来る。ここにもう一発当てる。あー外した。危ない。いけるでしょ。やばい、これ横にかわさなきゃだな。後ろだ。さてしかし武器が、炎がダメですか。凍結は結構効いてるが、さあどうしよう。アシッドだったかもしれない。酸だったかもしれないね。俺は接近戦でやるしかないか。合わせ。よし、ここで一旦バッテリー回復だ。動きは結構大味だからなんとかなりそうな気もしないでもないが、後ろに2回回避して一発攻撃当てる。これは横、いや違う、新しい攻撃なんだそれ。また範囲攻撃。横に移動しろ。やばそう、一撃だウォーミングすげえ。振りかぶったら横、ダメだそれのかわすタイミングがむずい。まずい、近っめっちゃ近いっすわ。振りかぶったら横に、いやーかわせないわ。何が正解だ、あの攻撃のかわし方が本当にわからん。これもよくわからん。とにかく横に動き続けるしかない。危ないやつ。横に移動すれば、周りの外ぐらいで横に移動すればかわしていける気がするな。今の攻撃に当たってるのが横から見たらわかるが、前からだと何も見えてないんですけど。それだそれ、横にかわす。よし、なんとなくこれでかわせるのは分かったね。またそれだ、横に連打。いやダメだあれどうやってかわせんの。もうちょっと後ろなのかな。確定でかわせてる距離を見つけないといけないな。最後ダメージ受けたのは多分近すぎたんだよな。もう少し離れた距離で左右に連続ローリングがいいんだろうけど、その距離感がめちゃ難しい。近すぎたら一撃即死だもんな。雰囲気的にザランキープさんの周りに見えない斬撃が複数と、あとは前方に一直線に飛んでくる衝撃波って感じだろう。後ろ振りかぶったら横、この距離多分大丈夫なやつ。よし、これだ。振りかぶったら横、ダメだタイミングめっちゃむずいんだけど。あれ、あの攻撃はザランキープさんの周辺というか前方に拡散レーザーみたいに広がってる感じかな。それだ、振り下ろすタイミングで後ろに、斜め後ろが一番安定するか。またそれか、振り下ろすタイミングで後ろに。よし、これでかわせるな。振り下ろす瞬間に後ろ、いやダメだ、横に飛んだ。なぜ横それは距離取るぜ。よ
後ろに、いやマジかよあの距離でも当たる。回避モーションは入ってなきゃダメなのか。とにかく後ろに、よし、後ろに連続回避でいけそうはいけそうだな。これだ、振りかぶったら後ろに、よし、かわした。やっと半分ぐらいか。何やってる何やってるダメだ後ろのターゲットがヒットでも遅れたらかわしきれんね。バックステップが大事か。ローリングじゃかわせないっぽい。これだよ、よしかわした。バックステップ大事、これだ。振りかぶったらバックステップ、よしかわしてる。さあまた振りかぶってる。このタイミングで後ろに、よしいける。なんとかかわしてますよ。ちょっとタイミング失敗した。振りかぶったら後ろへ下がれ、いやダメだいやほんとかわせる時とかわせない時の差が全くわかんねえな。あともうちょいだったんだけどな。それだよそれ、バックステップ。やったるわダメか。バックステップはたまたまタイミングが合ってただけって考えるべきでしょうね。ダメージ覚悟の上でガードするっていう方法も、でもあれダメージめっちゃ食らってんだよね。こっち HP822 あるんだけど、前回から一気に全部削り切られてるから非常にやばい攻撃であることは間違いない。さあやろうか、とりあえず回避。まずはこれを取り返しとこうね。中距離で銃で戦おうと思ったらあのため攻撃が来るんだよな。とりあえず近づいといた方が間違いないのかもしれないな。近距離攻撃に慣れていく。これも2回、やっぱりかすめられるんだよな。これは横にかわしてジャンプ切り、後ろやってくるでしょ。1回でも多分追撃すりゃいいか。2回バックステップでかわせるから、よしいけるな。これでまたハンドガン押しながらちょっとずつ下がる。いやーかすめられますね、やっぱり近距離は。これの後はジャンプ切りが入りますね。これは横にかわさなきゃいけないやつ。いやかわせてない、なんで今のかわしたはずなんだが。さあ後ろからやってくる。これはバッテリー回復のタイミング。いて一旦 HP 回復で、これはかわしてからジャンプ切りだ。ここもジャンプ切り、あースタミナがないっす。さあどっちから来た、どっから来たよどこ行ってたのあなた。よしナイス、近距離だね。さあバッテリーも回復しといて、これだよこれ。こっちにかわせば、後ろ側にかわせばなんとかなるな。近づいた方がいい。スタミナを常に温存しとく方がいいですね。これは後ろにかわすで、これかわせねえなそれダメだわ。後ろ振り向いてなかった時点で終わってた。振りかぶった段階でこっちにかわす、よっしゃいける。このかわし方が鉄板かもしれない。よしこれはバッテリー回復のタイミングだな。ここにかわしてジャンプ当てられるタイミングがないな。さあこれ2回振ってきたらここに一発当てていく。横に、いやかわしきれてないな近接慣れてね。こうだ、よっしゃいけるかわし方分かった。まずいっす、まずいっす、痛いいつ出た今出てくるのだいぶ遅かったね。横にかわして、これはジャンプ切りのタイミングでしょう。さあ次はこれか、横にかわせ、いける。よしこれはかわせるな。ドリルですか、ドリルですかやめて。この後はジャンプ攻撃入るね。また消える。これはバッテリー回復タイミングですね。来た。さあまたそれか、横にかわせ。これかわしたね、見切ったわ見切ったけど、この後の攻撃をちゃんと対応できてない気がするな。いった。そのハサミ攻撃みたいなやつあんまり私分かってない。よしドリルはかわしたね。こっち来るよな、一発。よしここもジャンプ攻撃が入る。
そうだがスタミナがない。まずい。かわしてかわしきれん。バッテリーを回復したいっす。よし、一つからの回転切り、ジャンプ攻撃、後ろ下がってまたそれか、振りかぶったら横へ回避だ。いける、即死技は見切ったね。ゴリルも見切ってる。こいつもかわして、こいつもかわしてからの回転切り当たるそれはまずいっす。よし、バッテリーの回復タイミングはありがたい。これ来るか、振りかぶったら横に、よし、いけるぞ。真横、次も大丈夫だな。よし、これも一発当てて回復する。よし、これは横に回避して一発ジャンプ攻撃、横に回避しきれない、あれ後ろか、またそれですね。これはもう見切ったわ。さあ、これバッテリー回復のタイミングですよ。さあ、横にかわしてジャンプしていく、後ろにかわせ、横だ危ねえ、ここも攻撃入るね。よし、いける。次は溜めてますね。横にかわせ、かわしたらいけるぞ。よし、挟み込みはかわしていく、後ろに回避して、これはジャンプ攻撃、ついにまずいね。この2連撃の後が一発だ。よし、いけるぞ。後ろから挟み込んでくる、これはジャンプ攻撃のタイミングだろう。2発切ってきたらまたこれも張っていく、いけるぞ、削ってる。挟み込みの後もジャンプ攻撃、後ろ下がって2連撃の後にまたジャンプだ。完全に見切ったな。ザランキッチさん見切ったよ。当たってるけどさほぼ見切ってます、ほぼ見切ってる。2連撃の後もジャンプだ。終わりだ、ザランキープ爆破する。いや、おかしなことなってます死亡モーションあっけないんですけど、いや、苦戦したな、ザランキープさん。なんだか全然別の場所にいるんだけど、どこにいんのこれは。突然建物の中、I mean, there are signs of combat here. The drillers didn't stand a chance. What did they do here exactly? The lab is the brain of the entire installation. They create forms of maximizing the installation's potential with technology and experiments. What kind of experiments? I guess we're going to find out. 地上階っていう場所に来ましたね。ここが旧研究所かな。朽ち果てた研究施設な感じがすごいするね。そっちに扉があるし、目の前にでっかい扉もあるんだよな。まずはビーコンだね。一旦レベルアップしに行こうぜ。いやー、ザランキープさん強かったな。強かったが、あの即死技を見切ってからは早かったですね。そばまで寄って横に回避することで後ろに回り込みは一発だったわ。タメがでかいのがあだになったな。エナジーもうちょい欲しいですかね。エナジー2段階上げるか。装備は何か新しいのあるかな。ボス武器新しいのあるでしょう。ニキダーマの双剣、しかし筋力が足りなくて作れませんね。作れる銃が増えないんだよなマジで増えねえ。ゾアンライフル回作りますかね。これも精密性と科学の補正が入ってるから、アシッドゾアンピストルよりよっぽど強いような気はするんだけどな。まあ、それかこのピトプラズマは作れたらありがたいですけどね。素材足りないんだよ。作るか、ゾアンライフルかい。氷結が上がるようなものをつけときたいな。エピック使っていいですかね。いっぱい持ってるからエピック使っていいでしょ。クライオメタル系はもう使えないから、あとはパイロ樹脂もね、攻撃スピードも上がるしいい感じなんだよな。カーボン合金レアもいいね。さあ、できたゾアンライフルかいだ。これでアシッドゾアンピストルと切り替えようぜ。アシッド武器なくなるけど、こっちの方が強いでしょ。サブマシンガンだからエナジーの消費量半端じゃねえな。 R2 で展開した時には最大エナジーが減るんですね。ただ集中して撃てるような感じですかね。消費が少ないぞってことか。まあいいだろう。
でだよ。あ、やっぱり旧研究所だわ。新しいマップ行くことができるようになりました。荒れ地を越えた先、ドリラータワーの向こう側は旧研究所みたいですから、ここが目的地だよね。この旧研究所の奥に行って、核弾頭が飛んでくる前に脱出しなけりゃってことだよな。クリスタルを見つけて脱出しなきゃいけないってことですよね。この奥にはさらに強い敵が待ち構えてるんだろうから、旧研究所探索楽しみですね。さあ、ってことで今回はこの辺にしておきましょうか。また次の動画でお会いしましょう。